だから僕はさっきの話、さっきの話に戻しますね、忘れちゃったんなら、あのリスナーさんがジャッジメントを決めるっていうことだから、僕はリスナーさんには分かりやすく説明するけれども、戦ってる相手になんで分かりやすく説明しないといけないんですか。相手がバカだったらしょうがないでしょ。いや、バカだからバカに分かりやすく説明した方が、バカに今負けてる部分を説明するっていうのが分かりやすいんじゃないのって思ってるんだけど、お前ってじゃあリスナーありきでやってるってこと、リスナーにしか見てないってことなの、相手が何言ってるかっていうのを。そんなのさ、お前がだってどういう風にでも相手の主張を捉えてリスナーに語りかければ話って変わってくるんじゃないの。違うの、囲いありきってこと。当たり前じゃないですか、ディベート。いや、囲いありきじゃなくて、あの討論って普通そういう形ですよ。で、討論してんのこれ。誰がどう見ても討論です。討論、僕は、あ、僕はなの、はい、じゃあ討論とつまちでいいじゃん、はい、喧嘩とつまちじゃなくて。そうですね。そうですね。その通りだと思います。じゃあテロップがもう、はい、討論とつまちじゃないんで、論破、うん、討論とつまちじゃない。いや、その点については、あの、論破ではないと思ってますね。はい、なんでかっていうと、さっきの整合性は合ってないんですよ。なんでかっていうと、はい、あなたっていうか何さんでしたっけ、ごめんなさい。名前も忘れた。あ、瀬尾さん。瀬尾さん、はい。ごめんなさい。すいません。瀬尾さんおっしゃってましたけど、お前じゃあ、リスナーに向かって配信やってんのって。おっしゃったの覚えてます？あ、はいはい。僕、リスナーに向かって配信やってんすよ。あなた誰に向かって配信やってんすか？いや、俺もリスナーに向かって配信はしてるけど、喧嘩してる最中は、リスナーのことはあまり気にしてないです。だからリスナーに飽きられるんじゃないですか。飽きられてるんですか？僕はどんな時でもリスナー意識してますよ。なんでだからリスナーに飽きられてるっていう決めつけてるんですか？だって、喧嘩の最中はリスナー見てねえって言うんだったら、僕だったらファンにはならないですね。僕はどんな時でもリスナーが喜ぶように、またリスナーが面白いと思う配信の方が僕だったんですよ。僕の閲覧って少なくてリスナーが全然いないもんだってなんで決めつけたんですか、はい、リスナーに飽きられているって。あ、ごめんなさい、今電波悪くて。なんですか、なんでリスナーに飽きられているって決めつけたんですか。リスナーに飽きられませんって聞いたんですよ僕。いや、聞いてないですね。あなたの配信っていうのは、あなたはリスナーに向かって喧嘩をしてないから飽きられてるんですよって言ったのは、飽きられてませんっていう聞き返しが違いますね。ああ、お前またこういう水かけ論に逃げんの。じゃあ録画撮れよこの野郎。お前決めつけてたからな、録画撮ってますよ。決めつけてるんじゃなくて、リスナーに向かって喧嘩吹っかけてないのよ。違う違う、リスナーに、俺はだから喧嘩してる最中は相手のことしか見てないって話をしてんの。バカ。お前はそれを、だからそういう配信をしてるからリスナーに飽きられるんですよって言ったんだよ。うん、おい。言ってますよ。はい。それはリスナーに飽きられると思いますよ、ね。なんで断定したんですかってだから。そこなんで断定できたんですかって言ってんだけど、なんでそれはさ、配信者なんだから、リスナーさんに向かって、ね、リスナーが面白いと思うこと飽きられるんじゃない、おい、すももん、この野郎、てめえもま話聞いてねえな、このバカ。だから雑魚なんだよ、この野郎。こいつは、飽きられるんですよって言ったんだよ。微妙じゃねえだろが、これ完全に断定してました、バカ。頭悪。リスナーもバカですね。俺もリスナーに向かってほら語りかけてやるから、シュモモンっていうバカが飽きられるんですかとか、まあいい、ねえ、そうやって話を変え、血が飽きられるんですよですから。あなたっていうのはそういう配信をしてるから、リスナーに飽きられるんですよって言われたんだけど、俺。バカじゃないの、こいつ。俺と話してんじゃないの。いや、喧嘩とするときは俺と話してる。お前のスタイルに俺は迎合しただけですけど、あ、こういうスタイルなんだな、この枠はってお前に説明されたから、ここの枠はリスナーに語りかけて、リスナーが論破っつったら論破だってお前言ったじゃん。ねえ。だから乗ってあげてる。言ってないですよ。僕はリスナーさんに楽しんでもらえるようにリスナーさんを意識してると言っただけで、俺、リスナーさんに話しかけてないですよ、3回とも。何言ってんすか、お前。リスナーさんに分かりやすいように説明しながらやるって言ったんだろ。だったら俺もリスナーさんに分かりやすい、あなたのスタイル。あなた今、リスナーさんにのコメントに対して、カッカして。はい。いや、違いますけど。今の説明だと思わないですよ。別にカッカしてないです。いや、リスナーさんに喧嘩打っただけでしょ。え、カッカしてなかったの今、はい。説明してるだけです。え、みんなカッカしてると思ったよ、多分。俺が客観的にリスナーで見てたから、今、だからみんなカッカしてると思ったよって、なんでそうやって断定的に喋れるのって。どの部分でカッカしてるの？じゃあみんなじゃなくて、俺がリスナーだったらって言ってるよ。お前が言ってるってほとんど憶測じゃん。お前ってリスナーに飽きられるんだよとか、お前カッカしてるよ。いや、憶測、先生、憶測じゃなくて、俺前提条件とし勘違いしてんじゃねえな、おい、クイズ。ねえ、喧嘩とつまちは、これ討論とつまちですから、とかって、俺、討論とつまちだと俺は思ってないけどな、そもそも。喧嘩だと思ってんだったから、別にいいんじゃないの、そんなお前だけ見て喋ってても、リスナー見て喋っても何でもいいけど、ただお前が、俺の喧嘩はリスナーに飽きられるって言ったのは、どの部分でお前は判断したのかなって聞いてんだけど、
だから俺しか見ないでリスナーさん関係なくガミ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 言ってるだけのオナニー的な配信だったらリスナーさんつまんないよ。どうやったら面白くなるか必死で考えて。なんでつまんないって言い切れるかっていうことちゃんと説明してもらっていい？ねえ、俺例えば他の配信者の喧嘩とかは見るけど、リスナーなんか無視してずっとその突者と喧嘩してるやつの配信も見るけど、全然面白がって見れますけどね。そもそもだってリスナー、喧嘩突のリスナーって喧嘩が見たいんだからさ、いちいちそんなリスナーに語りかけてくる喧嘩なんて見たいかどうかってなんでお前が言い切れんのって。おい、僕リスナーに語りかけるなんか一言も言ってないし、リスナーにこうやって説明するような喧嘩だろ。リスナーに説明はしてないですよ。僕が言ってるのは、リスナーさんが楽しめるようにリスナーさんは意識してるって言ったんですよ。で、あなたはリスナーを意識してないって言っただけ。はい。だったら俺もリスナーはいることは意識、リスナーを意識してるってのは、俺配信開いてるだけでリスナーを意識してることになるんだけど。ねえ。喧嘩を見せたくて配信アプリで配信撮ってる以上、これはリスナー意識してることになるよね。だったら俺リスナー意識してなくないじゃん。ちゃんと俺だってリスナー意識してるよ。だけど、喧嘩の最中はいちいち、お前だけを見て、トッシャーだったらトッシャーを見て、俺リスナーのコメントとかいちいち読まないって。だけど、でもお前はリスナーのこうやってな、コメントを読みながら、リスナーにも分かりやすいように説明する喧嘩をする討論だからそうやってやるってことだろ？おい。うん。バカはね、一個のことしかできないの。だから、ガミ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 言ってる時に周りが見えなくなってんの。俺は相手が言ってることも理解できるし、リスナーが何言ってるか分かるよ。だからこうやって、じゃあ全員の、例えばコメントがね、バラバラのコメントがバーって書かれたとしても全部理解できるよ、お前。全部は理解できない。ただ、少なくとも汲み取ろうっていう気持ちはある。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。